どうも、ハチュリマスです。今回の動画は静岡県にある竜陽昆虫自然観察公園に行ってきたんですけども、まあ、そこではこう昆虫館っていうものがあったりして、例えば国内外の昆虫を観察することができたり、あとはこのスタッフの方が野外公園に行って、昆虫たちの解説をするガイドウォークとかもしているみたいです。で、今回は、そっちがメインっていうか、まあ、目当てではなくて、今ね、ゴキブリ展っていうのが、期間限定でやってるみたいで、4月8日まで開催してるんですよね。なんで、どういうのかっていうと、まあ、ゴキブリ、いろんなゴキブリがいるんですけども、それを、昆虫館で展示して、で、どの子が一番人気なのかな、みたいな、まあ、総選挙みたいなことをしているみたいです。で、前々からね、すごくツイッターとか拝見してて、そういうのがありますよっていうのもめちゃくちゃ行きたかったんですよね。で、今回ね、行ってきたんで、まあいろいろとね、撮影しているんで、ちょっとね、皆さんも、ね、行きたい方は参考にしてみたり、どんな雰囲気なのかなっていうのを感じ取ってもらえると、嬉しいなと思います。それではね、早速やっていきましょう。あと、なんか、とて言ってるのはね、太顎を散歩させします。はい、ということで、早速やっていきましょう。
はい、ということでどうだったでしょうか。こう皆さんってあまりねゴキブリっていろんな種類いるって思わないと思うんですよ。僕も実際こうディビアとか飼育し始める前はもう日本にはねこうなんか茶羽とか黒ゴキブリしかいないんだろうなっていう考えをしてたんですけども、実際ね世界で言うと4000種類以上のゴキブリがいるんですよね。で日本でも言うと、まあ、茶羽とか黒ゴキブリ以外にもサツマゴキブリとか丸ゴキブリとかヒメマルゴキブリとか、国内で一番美しいと言われているルリゴキブリとかもういろんな種類がいるんですよね。で今回何気に一番嬉しかったのが、僕が飼育しているジャイアントウッドローチの、アルキマンドリータテスラータっていう種類がいるんですけども、もう一種いて、でそれがアルキマンドリータ、マルモラータっていうやつがいるんですけども、それをね生きているやつを見たことがなかったんですよね。で海外のやつでも見てもなんかあまり違いが分からないというか、そんな状態でもう生きたやつを実際に目で見たかったんですけども、なんとね今回この竜陽昆虫自然観察公園でねもうマルモラータがいてもう超感動しましたね。で、ただね、その時にゴキブリ担当している方がいなくて、ちょっといろいろお話はね、聞けなかったんですけども、まあ、またね、またの機会に行って、まあ、聞きたいなと思います。ということで、終わっていきたいんですけども、あとね、いろんなグッズとか、多分途中でできたと思うんですけど、グッズとかも販売してて、こういう下敷きとかも買いました。可愛くないこれ。ゴキブリ図鑑って言って。こんな。ちょっと白飛びがひどいかな。で、裏。可愛くしてたりね、いいよねこういうの。であとは待ってね、こういう俺が飼育しているこちらクエスチョンドミノローチのやつとかキーホルダーとかで、こっちがグランディディエリっていう、まあ、マダガスカル大ゴキブリなんですけども、まあ、飼育しないんですけどね、マダガスカル大ゴキブリはねもっと種類増やしたいんで、いつかこの子も飼育したいなと思います。はい、で皆さんもねよかったら、もう入場料とかもすごく安かった、200円か300グル円ぐらいだな、ちょっと何円か忘れたんですけど、まあ、全然安いんで皆さんもね機会があったら行ってみてください。はい、っていうことでまた次の動画でお会い、他にもねいろんな動画やってて、例えば僕が飼育している両生類、爬虫類、寄虫たちの動画やったり、昆虫採集行ってみたとかいろんな企画動画も上げてますんで、よかったらねチャンネル登録お願いします。でこの動画がいいなと感じていただけたら、ぜひね高評価ボタンも押していただけるとめっちゃ嬉しいんで、よかったらお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。